警察庁によりますと去年自殺した人の数は3万1560人で前の年に比べておよそ1300人減少しました過去10年間では2番目に低い数字です3万人を超えたのは1998年以来13年連続です警察庁はインターネットで集団自殺を呼びかける投稿を削除するよう事業者に要請するなどさらに対策を強化したいとしています